はい、皆さんおはようございます。すいません、今ちょっとね声がこもっているかもしれませんが、ちょっとね、時間がなくてですね、いや本当に最近ゆっくりラジオをね収録する時間がなくてですね、今こうやって編集をしながらラジオをやろうかと思っております。でそうですね、もうあれです、今ちょっとこう土曜の朝ですけれども、今ねこれね、水曜日の夜ですね今時間がなくてですね、今日撮る時間しかなくて、もう何を喋ろうか全く考えてないんですけども、ツイッターでゲリラよっちラジオ質問募集コーナーをツイートして、水曜日の21時37分なんですけれども、今ツイートして、今ツイートをくれた方の質問に答えていきたいと思います。はい、ごめんなさい、ちょっとリアルタイムではないんですけれども答えていきたいと思います。今日はね質問だけになるかなと思いますけれども、はい、じゃあ今ツイートします。いきますよ、クリックしますよ、せーのポチ。はい、質問今ツイートされました。はい、めちゃくちゃゲリラやな。よっちが今一番大切にしている言葉は何ですか？はい、言葉はね、僕一番大事にしていることがあるんですけれどもね、相田みつをさんの、幸せは自分の心が決めるというね、言葉があるんですけれどもね、この言葉はね、こう、UUMの鎌田社長に、いただいた言葉ですね。まあ、幸せの価値観ってね、もう人によって違います。イケメンだから幸せとか、お金がたくさんあるから幸せとか、そういうものあるんですけれども、僕はやっぱ小さな幸せでもね、幸せって感じられるような人間になっていきたいですね。はい、好きな人にどうアプローチしたらいいか教えてほしいです。僕はやっぱりその人、気になる人の好きなタイプとか、好きな格好とかリサーチして合わせに行く、アプローチをしたい人にやっぱ聞かないといけないよね。どんなタイプの子が好きかとかね、そういうの聞いて自分から変わっていけばね、相手の見方も変わると思います。よっちさんの長所短所を教えてください。僕の長所は優柔不断でないところ、短所は大雑把なところですね。なんかご飯行った時にメニュー見て、あ、これだってすぐ決まりますし、服屋とかね行ったりとかすると、あ、もうこれだみたいな、もうなんかお店にずっといること自体がちょっとストレスで、僕はもう店入って選んですぐ出たい人間なんですよ。で、短所はなんか大雑把なところ、すごい最初はめちゃめちゃ丁寧にやるんだけど、後からちょっと面倒くさくなってちょっと適当になるみたいなね。はい、この頃美味しかった食べ物、スイーツは、僕ねスイーツあんまり食べないんですよね。でも今日の朝ごはんで食べた温泉卵、温泉卵をつるんって食べるのがめっちゃ好きですね。女性のキュンとする仕草は、女性のキュンとする仕草か、あれですね、どっかで言ったかな、長い髪の人が短くしてきた時ですね。仕草じゃないかこれ。でも長い髪の人が髪の毛縛るとか、別に長くなくていいです。こう髪をほどいてる人が髪を縛った時とか、すごいおできますね。今年こそは何したいとかありますか？今年こそか。今年こそはミュージックビデオを出したい。はい。勉強中におすすめの曲教えてください。ちょっと日本の曲あんま聞かない方がいいかもね。だからその日本語ですごい頭に入っちゃうから、僕は英語の曲を聴いてましたけどね。最近ハマってるお菓子か。最近ハマってるお菓子はプロ野球チップスです。またプロ野球熱が出て、あれなんですよ、もう僕も、巨人が好きなんですけども、巨人のファンクラブ入りましたよ。ほんでやっぱりお菓子っつったらやっぱカード2枚入ってるプロ野球チップス、最近ハマってますね。今めちゃめちゃハマってます。今ハマってるゲームは何ですか？プロ野球スピリッツエースですね。スマホのね、どこでもできる感じがいいですよね。もちろん野球のゲームいろんな、もうパワープロとかね好きなんですけど、はい、パワープロはね、1人でやんないです。友達とか遊びに来た時とかはやります、一緒に。ラジオって大体どのぐらいの頻度で上げてる？あ、聞かれましたね。毎週土曜日朝8時なんですけれども、ちょっと先週休んでしまいました。はい、今週はもう上げたいと思って今撮ってます。最近朝日さんとの絡みがなくて寂しいです。もう別な女の子を好きになったんですか？そんなわけないじゃないですか。いや、もう朝日さんとね、もう絡みたくて絡みたくて仕方ないです。前絡んだのが UFESGIRLS ですね。そこで大阪でお会いした以来何もないですね。もう本当に朝日さんのマネージャーさんとかに本当にコラボしたいですって言ってたんですけれども、あいにくのこうコロナが来てしまって、最近ちょっとコラボできてないんですけれども、もう一回言ってみようかな。もう一回朝日さんにこうサインをして「ああいいねやろうよ」みたいな感じで言ってくださるんであれば、もうはいコラボしたいですね。はい、いや確かにな、自分から行かないとダメだよね、やっぱ。ちょっとお願いしてみます。ヨッチの今日のパンツの色、もうそれ聞きたいかね。すっごいね気になる。ちょっとね今日すごいの履いてるわ。今日すごいの履いてて、なんだろうこれ、うわちょっと写真で見せたいけどさ、ちょっとよくどうやって伝えればいいか分かんないこれ。ベースが白で、そこになんかいろいろなんかカラフルな感じ、絵が描いてある。なんか人体模型っぽい絵が描いてあってなんかちょっとすっごい分かりやすく言うと31アイスクリームのポッピングシャワーって感じ。よっちが仕掛けた人のドッキリで印象に残ったのは、僕が仕掛けたドッキリで印象に残ったのはね、あれだね、グッピンにハニートラップドッキリかけた時、グッピンってナルが好きだから、ナルがグッピンにアプローチするんですよ。でもそのアプローチって僕が指令を送るんです。だからナルの喋る言葉って僕が喋ってることなんですよ。だそれがとにかく面白かった。はい、見てみてください。ヨッチのメガネはどこで買ったの？これはジーンズでした。多分ジーンズだと思います。 YouTuber になりたいんですけど、 YouTuber になるために大切なことは何ですか？これもねいいお題ですね。なんかね、才能がある人が YouTuber になるとか芸能人になるとか言われますけど、そうじゃないんですよね。だって僕才能ないし、ただ撮影とか仕事を楽しむ才能はあるんですよ。別に才能というかセンスですかね。こう自分の仕事を楽しむセンスがある、これは面白いって思うセンスがある、そう思えたらやっぱり自分が楽しかったらやっぱ人も楽しくなるし、あるでしょ、こう人が笑ってると自分も笑ってしまうみたいなね、そういうセンスは僕にはあります。なのでYouTuber になるために大切なことって言ったらやっぱ楽しむことが一番だと思っております。はい、ワンマイドリーマーって今踊れますか？なるほど。今に抜き打ちでやられるとちょっと分かんないですねしばらく踊ってないです。子供の頃に流行ってた、もしくはハマってた遊びは何ですか？これもね、僕はカードゲームハマってたんだけど、これすごいよ、僕一人でカードゲームやってたからね。一人でこうバトルっていうか、あと一人じゃんけんとかやってたからね、本当に。なんでかっていうと、僕もね、周りにさ、友達の家がなくて、もう田んぼの真ん中だったから、小学生中学生がこう遊びに行ける距離じゃなかったんですよ。だから一人遊ぶよくやってましたね。あともしくは兄貴がいたんで、兄貴と戦いごっことかねやってました。常に家にいましたね。今度学園でやりたい企画は何ですか？もうね、学園企画はね、本当にやりたいことがありすぎて、もうどれをやろうか、でも月に学園の撮影って限られてるしと思いながら、今日土曜日ですかね、今日公開のほにゃらら学園というね、長編の寸劇があるんですけれども、公開されるんですけれども、それは僕が脚本、監督、今回カメラも担当、そして編集、もう全て僕が手掛けたものの寸劇の動画の公開になります。はい。まだ、ほにゃらら学園しか言えないんだけどね、それ公開されたら、見てください。はい。結構、新しいことに挑戦しました、今回は。はい。それを見ていただけると、はい、嬉しいです。中学生時代で成績はどれくらいでしたか？一番いい時と悪い時、両方良かったらお願いします。後ろから数えた方が早かったね、やっぱ。すっごい頭悪かった。めっちゃ悪かった。もう後ろから3番目ぐらいだった。で、その後ろから3番目の争いをしてた。だ時にはね、後ろから2番目になったりとか、最下位はないんだよね。必ず2番目か3番目だった。数学とか多分4点ぐらいだった、俺。で、なぜか一番さ、得意じゃない英語がさ、赤点回避したりとか、ちょっと不思議なことが起きたよね。辛くなったらすることは何ですか？そうですね。僕はお酒をたしなむ。あとね、なんかね、最近のストレス発散はやっぱこうメンバーと喋るって感じかな。特にこうグッピンと喋ることでこうストレス解消されてる気がする。やっぱ男の子同士だからね、男にしかできない会話とかあるじゃないですか。それをこうバンバンこうグッピンに話すことで、僕は、辛さがなくなってるのかもしれない。はい。もちろんこう女子メンバーともめちゃめちゃこう動画外でさ、すげえふざけまくってストレス発散とか、もう辛いことを忘れたりとかしますね、やっぱ。昨日の試合のウィーラー選手のスーパープレーについて一言お願いします。これもう僕リアルタイムで見たかなかったんだけど、ハイライトで見ましたよ。いや、すごいね。ファーストのウィーラー。すごいよ。だってライトもやってるし、もう代打ではね、こう打席立つと打つし、ファースト一塁守らせたらもうスーパープレー出すし、みたいなね。素晴らしいですよ。もう本当ウィーラーはね、楽天からトレードで入ってきたんですけど、本当に良い選手です。はい。入ってくれてありがとうって感じですね、巨人に。はい。なんか、絶対野球知らない人知らないんだろうなと思いながら今話しましたけど。ハンドボール投げが苦手なのでコツとかあれば。なるほどね。ハンドボールも野球も多分一緒だと思うんだけど、腕で投げるんじゃなくて体、体幹を使って投げるって感じかな。あとリリースポイントはしっかり前みたいな。すげえなんか技術的な話だったけど、はい。まあリリースポイント、しっかり前で投げるとかね。体幹使って腰の回転で投げるとかね。そういう感じかな、多分。あ、なるほどね。よっちが前生放送だったかな、で言ってたプラスのことを口にすれば叶うってやつをもう一度語ってほしい。質問じゃなくてごめんなさい。全然いいですよ。僕も高校の時に大事にしてる漢字がありまして、それって叶うって漢字なんですよ。で、叶うっていう漢字って口とプラス、数字のプラスね、で叶うって呼ぶじゃないですか。これをこう直訳じゃない、そのまま呼ぶと、プラスのことを口にすれば叶うなんですよね。だからポジティブなことをね、語っていれば、すごい運がついてくるよっていう意味なんだけど、でこれにね、この叶うにさ、マイナスをさ足してみて、この数字のプラスの下にマイナスをつけたら白になるよね、漢字で言うと。マイナスのことを口に出すと白。ただただマイナスなことを吐くだけになっちゃうんだよね。だから叶えたいものも叶わないし、ただ悪口言ってるだけで何も起こらない。だからそうだよね。やっぱこうポジティブな人の周りってさ、やっぱ明るいし、その人も成功してる感じがするよね。ただでも愚痴ばっかり言ってる人の周りってさ、すっごいマイナスなオーラ出てるし、僕の勝手な偏見だけど、やっぱりマイナスなことを言うよりはプラスのことを言ってた方が、叶うものも叶うんじゃないかなっていう感じですね。だからどんなにさ辛い時でも僕はついてる、俺はついてるって無理に、最初思っててもいいから、それが自然と出るように癖をつけてましたね。どんな悪いことあっても、ありがとう、俺はついてるって、辛くても言ってるようにしてましたね。はい。YouTube をやってて良かったと思うことは、いろんな人と出会うことができます。僕の人生はもうガラッと変わりましたね。はい。やっぱ人と仕事をする仕事ですから、いろんな人と出会って、いろんな人の価値観知って、いろんな人の、すっごい話を聞いて、もうすごいインプットアウトプットの世界ですよ。もうやっぱ本当に毎日毎日刺激をもらうってところがいいところですね。もし結婚したら YouTuber はどうするんですか？いや、僕はもう結婚しようがしよう前が、やり続けますね。うん。まあ子供が生まれたとしても YouTube やり続けます。何があっても僕はやり続けますね。今一番行きたい場所、沖縄です。ダントツ沖縄ですね、これは。野球とゴルフ以外で好きなスポーツか。確かにちょっと。考えたことないな。ドッジボールそれも投げる競技か。もうサッカーはあんま好きじゃないんだよね、実は。あれなんですよ。僕、大きい球を使うスポーツってあんまり好きじゃないんですよね。例えば、ドッジボールはまあ投げるから、まあいいとして、サッカーとかさ、バスケとか、バレーとか、あんまり得意じゃないし、好きではないです。ただ、ちっちゃいボールを使うのは好き。卓球とか、それこそ野球、ゴルフ、ゲートボールもそうだけど、だからそれこそテニスも好きだし、っていう感じですね。ボンボンメンバーが野球付き合ってくれないときはどうしてるの？これはひたすら僕は壁当て壁当てをひたすらやってます。でグッピーとかね、本当にすぐキャッチボールしてたら疲れるから、だからもうね、グッピン疲れたらもう僕はもう壁当てをやりまくります。よっちゃん、どういう時が楽しいと感じますか？これはね、やっぱり撮影してる時、メンバーと喋ってる時、編集してる時ですね。でもなんか、いや、年を重ねていることなのかちょっと分かんないけど、最近で言うと何をしていても楽しいと感じますね、僕は。なんかこの年になって、いろいろ経験してきて、こう当たり前のことが当たり前じゃないと思った時に、なんか今までやってきたことがさらにこう楽しいと思えるようになってきましたね。撮影もね、大変だけど、前よりもこの今の時間すっごい楽しいって思うようになりましたね。確かにね、驚きはそりゃやっぱ経験結構ありますから、その驚きとかそういう感情はやっぱ前と比べたら少ないというか、やっぱなるほどね、はいはいはいみたいになったけど、楽しいっていう感情はね、もうどんどん上がってきてる。不思議ですね。やっぱみんなもね、なんかあれだね、年を重ねるとやっぱそうなっていくんじゃないかな。楽しいことが大人になって増えるって素敵なことですよね。はい、これも新しいね。ボンボン TV のスタジオで好きな部屋は、またよく休憩時間に行く部屋は、これに関してなんだけれども、地下が教室スタジオで、1階が玄関で、2階が、編集スタッフ部屋、編集する部屋であり、スタッフさんがいる部屋ですね。で、3階がいつものボンボンスタジオで、よく改造とかするところですよね。で、4階が今プラプラ部、エポポが使ってるスタジオになりますね。で、そこにりょうけんがいたりとかね、りっちゃん、どみちゃんがいたりします。一番好きな部屋、もうズバリね、2階の編集スタッフ部屋ですね。今僕はそこで編集とかね、いろいろ打ち合わせをしてます。何がいいって言ったら、やっぱスタッフさんとかさ、編集するスタッフさんとか喋れることがやっぱ楽しいですね。あとやっぱね、その撮影の話、それから編集の話をさ、こう連携が取りやすい。でやっぱ僕は2階にいますけれども、やっぱ楽しいですね。やっぱそこが一番落ち着きますね。うん。ボンボンメンバーと付き合うなら、これはね、もう最大っちゅうが、もうずっと言ってることですね。でもね、うん、いや僕はね、その都度ね、この質問が来た時は、一回こうメンバーと付き合ってみたいみたいなことを言うんですよ。うん、ただこう、ちょっとね、確信というか、なんか想像で言うと、メンバーで付き合うなら、イッチかナルなんですよね、多分。うん、でイッチはすごいゲラなんですよ。で僕もイッチがゲラなんですよ。お互いさ、こう笑わせ合う関係みたいな。なんか僕はイッチがなんかふざけてるとめっちゃ笑うし、僕がふざけるとイッチもめちゃめちゃ笑うんですよ。だからこれをなんかずっと多分2人してふざけ合って笑ってるんだろうなっていう感じはしますよね。うん、あとすごいイッチが本当に尊敬、いや本当に僕のことをリーダーとして、尊敬してくれるし、やっぱ尊敬っていう部分もね、人には大事なものであるから、やっぱ素敵です。イッチは素敵な女性です。でなるなんですけど、まだまだ分かんないよ。まだまだイッチぐらい僕はなるのことを理解してないんだけど、雰囲気的にはやっぱりなると合うような感じはしますね。その似てる、僕はなると、うん、そのなんだろうな、こうふわふわした感じ、そして天然なところ、そしてあと気が使えるかどうかっていうところと、あと野球が好きっていうところとか、あとこれもめちゃめちゃ偶然なんだけど、なると使ってるファンデーションが全く一緒なんですよ、僕。うん、これもめちゃめちゃ偶然なんだよ。あとさ、学力テストとかでさ、やっぱり並ぶんだよね、なると僕が。うん、なるがちょっとだけ頭いいくて僕の上だったりするんだけど、うん、なんかどこかでこう似てるような感じはしますね。あとまあイッチと一緒なんですけども、やっぱずっとふざけてられるみたいなところはありますよね。うん、多分野球とかだったらもうめちゃめちゃずっと喋ってるだろうし、もう普通にプライベートでもなんか野球情報入ってきたらすぐなるに言うしみたいな感じで、うん、でね、こうえっちゃんとかだったら、いやいや、もうえっちゃんはさ、もうじゃん、うん、もうね、オルハ君っていう男性がいるから、もう全然そういう考える気もならないんだけど、うん、えっちゃんは多分僕付き合うとしたら多分尻に敷かれます、完全に。はい。あとりっちゃんも多分僕尻に敷かれてずっとこう言われ続けるんだろうと思います。そしてドミちゃんは僕年下と付き合ったことがないから全く想像ができないっていうところですね。はい。もちろんイッチとなるは年下なんだけれども、年下のようには思えない、僕はイッチなるは。まあこれもね、絶対付き合わない前提で話してるからね、うん、やっぱね、こう僕はメンバーとは付き合えないですね、はい、恋愛対象には入らないですね。大事な家族みたいなものなのでね、はい、おすすめの映画、もうこれはもうダントツでアベンジャーズとアベンジャーズに出てくるヒーローたちの作品。もうこれも言いましたね、これは誰にも負けないぞっていう特技は何ですか。これはもう仕事を楽しむセンス、これです。特技っていうかね、まあ特技ですよ、これは。ボンボン TV のスタジオ改造でやってみたいものは、バッティングセンター作りたいこれも僕はもう本当に野球したいだけなんだけどね。うわ出た、もしプロ野球選手と1打席勝負するってなったら誰としたいですか。これなんだろう、僕が打席立つのか投げるのかな、まあ、投げるって考えたら、でも投げるって言ったらこう巨人の4番の岡本選手ですね。で僕が打席立つ側だったら巨人のエース菅野選手ですね。はいちょっと何これ、今までで一番心に響いたグッピンさんと良健さんの言葉は何ですか。うわなんだろうなこれ、ああ、でも両県からはやっぱヨッチさんの脚本は面白い、寸劇は面白い、ツンデレ学園もう超見てますが、めちゃめちゃ嬉しかった、心に響いた言葉ですかね。グッピーはね、裏方に行きましたけれどもね、常に僕たちと行動していて、あれです、サムネのことは俺に任せろって言った言葉がやっぱかっこよかったし、うん、すっごい信頼しました、それで。はい、今ね本当に一番信頼できるメンバーですね、グッピンは。うん、僕は言いましたもん、もうグッピンに、あなたは、僕の右腕です、はい、どこにも行かせませんと、うん、とかあとこれもさ言ったんだけど、グッピンお前はもう俺のそばにいてくれるだけでいいからって言ったからねなんかね、僕が結構辛い精神状態の時にもうグッピンがさ、僕が編集してる机の左にさいるんだけど、グッピンは、うん、そこで編集とかしてるんだけど急にねその背中を見て「グッピンお前はもういてくれるだけでいい」ってもう言ったよね、うん、めっちゃ笑ってました。うん、それぐらいやっぱ信頼を置いてますね、僕はグッピンに対して。はい、結構一通り答えた感じかな。今何件ぐらい来てんだろうな。あ、好きな秋の食べ物は、王道かな、サンマいや、やっぱりね、秋といえば、夏といえば、春といえば、冬といえばっていうね、食べ物がね、ちょっと本当に好きになってきちゃったよね。うん、魚ですよね、やっぱ。旬な魚ありますから。これはね結構いろいろ言ったかな、もう一通り言った感じかな。はいはい、たくさんありがとうございます。結構答えさせていただきました。はい、というところでね、ラジオの質問を受ける形にはなりましたけれどもね、こうやっぱ本当はねリアルで映像で、生で答えたいっていう気持ちはあるんですけれどもね、いかんせんこんな時期なのでね、ラジオっていう感じになりましたけれども、皆さんありがとうございます。本当にこう助かりました。はい、僕もラジオのネタを探すのにこう毎週必死なんですけれども、そういう時間が最近取れなくてですね、急遽、作業しながら、ツイッターで質問募集しました。はい、皆さんありがとうございます。今回のよっちラジオ以上になります。ありがとうございます。最後までご視聴ありがとうございました。それでは。次回のよっちラジオでお会いしましょう。またね。